皆さんこんにちは。今回は安曇野市の穂高神社に向かっています。6月末までの花手水を見に行くのが今回の目的です。花手水は神社や寺院でお参りする前に手や口を清める手水やお花で飾るというものです。手水はお参りの際の大事なお清めの儀式ですが、新型コロナウイルスの影響で杓子や手水やの利用が難しい状況です。そのような背景もあり、少しでも参拝者に和んでもらおうと全国の神社寺院で花手水が行われているようです。さて、今回はご覧の通りの曇り空、夕方くらいには雨が降るという予報です。そのため寄り道せずにまっすぐ穂高神社に向かいます。とはいえ、車通りの多い国道を走るのはストレス、多少の遠回りですが、安曇の山彦自転車道を経由していきます。雨雲レーダーも確認して出発していますが、いつ降ってもおかしくなさそうな雲行きです。おそらく山麓線あたりは雨が降っているかもしれません。道の駅堀金の里を通過し、穂高駅方面に向かっています。この自転車道は十ヶ瀬に沿った道で、直線コースだと似たような景色が続きます。そのためどこで曲がれば目的の場所に行けるかが分かりにくいのが難点。一番分かりやすいのは国道側を見て沿道の建物で大体の場所を把握するというもの。特にスーツの青木の青い建物なんかは分かりやすいです。順調に進んでいますが、パラパラと雨粒が降ってきました。ここでこのくらいなら神社まで降りたところはもう少しは持つかな。これは寄り道せずにまっすぐ帰らないとずぶ濡れかもしれません。画面に映っていませんが、右手には穂高南小学校があります。直前に通過した交差点を曲がって降りれば安曇野市中央図書館や大王わさび農場です。肝心の穂高神社は次の交差点で曲がります。交差点を曲がり、穂高神社、穂高駅方面に降りています。進行方向は逆ですが、アルプス安曇野センチュリーライドでも走ったコースです。神社は目の前ですが、せっかくなので穂高駅にも立ち寄ることにします。穂高駅に到着。帰りはどういうルートで帰ろうかとしばしマップを確認。
穂高神社に到着。まずは手水屋に向かいます。花手水です。期間中は日替わりで色とりどりの花が添えられているようです。ここに来るまで蒸し暑かったのですが、この花を見て音を聞いているだけでも清涼感を得られます。花手水を見た後は参拝します。本殿の前に茅の輪が設置されていたので、茅の輪くぐりをして参拝。天気はいまいちですが、切れ間なく参拝者が来ていました。雨が降らないうちに早々に撤収。自転車道の標高でパラついていたので、市街地も時間の問題です。それにだんだんと濡れた草や土の匂いが強くなってきました。雨が降る前のあの独特の匂いですなどと言っていたら、パラパラと雨が降ってきました。雨粒が思った以上に大きいので焦りましたが、本格的に降られる事態は回避。無事に帰宅できました。今回は雨の心配から手早く参拝して撤収しましたが、次に来る時はゆっくり穂高市街を回りたいと思います。それでは今回はこの辺で。